大宮八幡宮に来ました。ウキウキ。ナイスベスト。反応です。絶対目覚ましかけないで寝てやると思って、昼ぐらいまで寝て家事をして、今からネイルのお直しに行きます。夜は友達とラーメンを食べに行くっていう、ただそれだけの用事。超オフデイです。ネイル直してきます。折れちゃったから。はい、今日は夜はアンナちゃんとラーカツ、ラーカツっていう、あと家系ラーメン発掘の旅。私は行ったことのないお店に今日はアンナちゃんが連れてってくれます。で、私のおすすめだね。もう本当にこのこれがないとここには絶対来ないような場所に今来てます。いや、大井町な。大井町です、ここは。で、ちょっと大崎からお散歩がてら歩いてお腹を空かせて、今から家系ラーメンを食べていきたいと思います。楽しみ、久々にラーメン食べます。私楽しみです。チートデイだね。今日はチートデイです。感じのテンションのことですか。はい、今日はこんな感じのコーディネートです。ジャスミンヴィンテージのロングスカートに、オープンプロダクトのシースルーニットと、カーハート US のジャケットで、ちょっとカジュアルなのでシャネルの、バッグとメガネ合わせました。今日は朝役所関係を取りに行って、病院に行って、家に戻って仕事して、今マッサージ行ってきて、今日はなんとこの後 DPR のライブに行きます。めっちゃ楽しみにしてたし、11月だからまだまだ先だろうと思ってたら、もう11月来ちゃってびっくりしてるんだけど、結構楽しみにしてたからワクワクで、ちょっと時間があるのでゆりのちゃんとスザンナと行くんだけど、一旦
カフェで合致してからお茶して、羽田なんだよね、ゼップ羽田ってところなんだけど、一回行ったことあるんだけど、に向かっていきたいと思います。楽しみ。ゆうこちゃんと鳥の市に来ました。長島神社です。人がたくさんいるから何を食べようか考えてます。何にしようかな。かわいい。ジャパンあるの？最近なんかポッサムとかの方が好き。なんかサムギョプサルとかより、このね、お魚をサムギョプサルみたいに巻くのがあるんです。ちっちゃくてもいい。こうちゃんのフェイシャルサロンミナタラントに来ました。ここはオールハンズハンドで施術をしてくれます。で、私はあんまり肌荒れないんだけど、なぜかニキビがここにめっちゃできてて駆け込みました。で、これは鎮静をしてくれるパックを今してます。で、今からやってくれるのが、はい、お願いします。こうちゃんです、よろしくお願いします。ちょっとパック中時間空いてるんで、はい、頭をねリフレッシュしてもらおうかなと思って、うん、頭マッサージしていきます。はい、これ高濃度炭酸ですね。うん、これをするとどうなるの？炭酸はあのこう血流を上げて良くしてくれるんですよ。うん、そう、血管に瞬時に二酸化炭素を入れてくれるんで、うん、こう体がね酸素を取り込もうとして血管を膨張させるんで、それで必然的に血流が促されるっていう。いきます。ASMR、ASMR。お肉焼いてるっていう音が。確かに。ステーキ？ステーキ。ステーキは何が好き？フィレ？フィレ。フィレ。フィレだよね。私もフィレ。言いたいだけ。でもさ、フィレはちょっとやっぱ他のお肉より高い、ね。高い。いいお肉。お疲れですね、普段。ストレスが溜まっているようで。私不眠なんです最近。あ、ですか。はい、あのね、うん、YouTube で、うん、瞑想の音楽をわかる、一緒かけて寝ないと寝れないの、うん、最近。え、自分瞑想をなんか一緒にやりましょうみたいな動画。あ、あるね。うんうんうん、うん、そっち派。そう、でもなあれ寝ちゃいけないんだよね、うん、寝ないようにしないといけない、うん、それ聞きながら寝る。でもあれは寝ちゃってもいいだったよ。あ、そうなんだ、うん、あの集中できてるから一個のことに、結局寝れない人って、うん、こういろんなこと考えて全部気が散っちゃってる状態だから、あ、一個のことに集中できてない。でも大事だよね、うん、だからいつも聞いてる、そのなんか細胞をなんとかさせるみたいな。あ、
ちょっと怪しいやつ、ね、怪しい音楽でも寝れるんだよね。あれをかけて1時間オフタイマーセットして寝る。自分はなんか田舎の音みたいな聞く、あのスズムシみたいな、風とかね。そう、あれもいいよ。私くすみやすいから肌。うちはクレンジングと洗顔だけで肌が変わるよね、うん、すごいよね、すごいよね自分で言うなって感じやけど、めっちゃすごいよ、本当にすごいから、うん、マジで行った方がいい。でみんなほらそこで、ここで新宿だから、うん、ここでさ行ってみんなで新宿でご飯食べて帰ればいいじゃん。そういいルートじゃない。みんなで韓国料理食べて新大久保 ね行けばいいよね。伊勢丹で買い物してエステ来て韓国料理で締める、うん、最高じゃん。いい、ね、今度それやろうと、うん、ちょっと本当になんか本当に肌悩んでる人、うん、マジで任せてほしいですね、うん、マジで行った方がいい。本当に周りの友達みんなめっちゃ変わってるから、めっちゃ綺麗になるよね、うん、自信しかないんでよろしくお願いします。あ、そうです、 Vlog で、はい、ヘアメイクはまだ基本そこまで多分大きな変化はないかなと思います。はい、まあ、リリースだけ。まあなんかあれも多分正直ジンのフレームをなんか無地の白い本とかをで、めちゃめちゃあれですけど DIY 感ありますけど、まあでも分かんないですけど、この子はちょっとごめんなさい全然よく、今後のこととかもろもろ全部考えた時にディレクションがかっこいいの印象をつけたい、うん、何個かピックして、まあ、フィルムとかも使うと思うの でそこでちょっとコラージュ作ったりして、うん、なんかまあいろんな見せ方を一つの写真でするみたいな感じで、なんか可愛い見せする写真、うん、はい、今打ち合わせを終えて帰宅をしました。今日の打ち合わせはなんか、まあ、とあるブランドさんとのコラボの企画があって、それがまあ来年ぐらいに多分発表ができるって感じなんですけど、それのルックだったりとか、まあこうどうやって PR かけていくかみたいな打ち合わせをして、本当に可愛いものできてるし、なんか楽しいようなみんなに着てほしいと思えるようなアイテムとかルック作りを頑張るのでめちゃめちゃ楽しみって感じです。で今家に帰ってきて、今夕方くらいなんですけど、普通の自分のブランドの仕事を今日はする、家でする日なのでそれをしようと思います、続きを。で帰ってきたらヤバすぎるギフトが届いて、これもギフトなんだけど、 This is Never That 様からホリデーギフトが届きましたね。可愛くない？ダウンが来た。嬉しすぎる。ブラウンのダウン初めてなので失礼しました。なのですごく嬉しい、めっちゃ嬉しい、本当に嬉しい。これはもうなんかダウンさ、まだ12月ちょっと挑戦できなくて冬に負けた気がして、なのでまあ年末には着てるんだと思うんだけど着ようと思う。あー嬉しい。あとこれもね可愛いんですけど、ラコステのポロシャツ、ロングポロシャツ超可愛くないですか。これシャツ感覚でも着れるし夏前までも着れるから、これは明日もコーディネート自分で決めたから明日これはします。感じかな、ね、時間があったら1本 YouTube を撮ろうと思ってって感じです。はい、では仕事します。はい、今日は木曜日、午前中はちょっと立ち寄る場所があって、ずっと欲しかったラグをゲットしたのでそれも後で今度紹介したいと思います。で今会社で仕事をして、でこれからちょっと撮影をね、このベストを撮りたくて、ただちょっと会社がね12月でバタバタしてきてたらしてきてるので、したたまたまお友達が近くにいるので撮影がてらしてもらうがてらちょっとだけ会いに行きたいと思います。今日も寒くてさ、
12月ダウン着ないって昨日言ったはずなのに、もうネバーザッと下ろしちゃった。これめっちゃあったかいのに超軽いから、でしかも丈感がめっちゃちょうどよくて超使えそう、嬉しい。待ってるの急ぎます。あ、もう死んでますか？死んでます。生きてるのだから私も切りたくないかも。そうですよね。すいません。え、待って、ちょっと待って、はい、ちょっとだけ待って。はい、ちょっとごめんなさい。全然大丈夫です。いきますね。はい。あ、なんかホルモンみたいに見える。確かに。すご